ですね、少し今日のスケジュールを説明します。今日はクラスが、4つのクラスが一緒にアクティビティに出かけます。わかりました。なので、集団で行動しますから、皆さん一人が、あーとか、とか、そっち行ったりすると、みんなに迷惑がかかりますので、まずはクラスで行動するっていうのを覚えていてください。乗るのが両国リバーセンターっていうんです。次、もう一つ駅があって、二つ目。乗ってから二つ目で降ります。ピンポーン。浅草寺に行きます。知ってますか？その中に入るときに、なんかいろんなみんなの心を奪うもの、例えば何があると思う？そう、食べたり飲んだり、おばさんが、はい、どうぞとかやってるわけね。だけど、最初行くときは、ちょっとそれを無視して、そのまま進んで、境内の中で、皆さん集まってお祈りする人はしたりして。で、それが終わったら自由行動になります。で、よく言うのは日本人はいくら入れるかな？ 5 円。どうして？円と円は同じの。すごいじゃん、かっこよくてする。そう、5円。わかる？ 5 円。円がある。円がある。それと音と同じにかけて。とりあえず皆さん今日はですね、みんなで一緒に行動しましょう。あ、今日はどこに、今日はどこに行きますか？浅草さん。イエス、イエーイ、イエーイ。な、何に乗ってく、何に乗ってく、先生何に乗ってくって言った？それ。何？そう、水上バス。はいはい、今日はどこ行きますか？今日どこ行きますか？今日どこ行きますか？どこ行きますか？浅草に行きますね。浅草には何で行きますか？何で行くって今先生説明しました。水上バスで。うん。水上バスで行きます。水上バスで行きます。はい。楽しみですか？楽しみです。イエーイ。いや、しようって言ってるから。Okay.